こんにちは。災害とは言えませんが、水攻めからお城を守り抜いたお城の大将、のぼう成田長親でございます。さて、今回はですね、停電の時の備えとしてあります非常用発電設備について紹介をいたします。実はこの設備を考えているのが、我が居城忍城があります行田市内の会社、こちら照英なんです。停電になってしまいますと困りますよね。電気が使えないでしょ。あれ、料理作れない。うわ、私の大好きな行田フライが作れない。どうしよう。想像しただけでお腹が減ってきた。となった時に、この設備があれば電気が使えて料理作れて行田フライ作れて食べれるかもしれないって言うんですよ。私ちょっと確かめに行ってまいります。いざ出陣だ。のぼう様がやってきたのは、埼玉県行田市にある株式会社照英。主に LP ガス発電機や都市ガス発電機の製造を手掛けている会社です。非常用発電機があるって聞いてきたんですけど、嘘ですよね？本当です。本当ですか？こちらへどうぞ。おー、見せてくれんだって。やったね。工場内ってちょっとドキドキしますよね。あれ、これが非常用発電機？はい、こちらが自家用発電設備、ガス電くんになります。ガス電くん？はい。あちらが完成形になります。あ、なるほどね、これがガス電くんか。はい、うん、やっぱり容量得ません。何ですか、ガス電って。ガス電機な、何なんですか？ LP ガスでエンジンを回します。なんで LP ガスなんですか？LP ガスは非常時に最も復旧の早いエネルギーであり、全国に300カ所以上に LP ガス中核充電所が整備され、非常時にも安定できる仕組みが整っているからです。なるほど。こちらが照英が製造した非常用発電機、ガス電くん。ガス電くんを設置しておけば、24時間365日いつ停電しても普段通りの生活ができるんです。また埼玉県産品にもなっているんですよ。一般的な発電機との違いはどういうところなんですか？タンク内の燃料の劣化がありません。劣化がない。それでどれぐらい稼働するもんなんです？非常時にですね、72時間3日連続運転しますので、3日分の燃料確保することが重要です。72時間3日分動くんですか？一般的な発電機と比べ、ガソリンの補充を自分で行う必要がないこと、タンク内残燃料タンクの劣化がないこと、長期保管が可能なことなど、ガス電くんは一般的な発電機と比べてとってもすごいんです。おう、これは便利ですよね。3日分で終わりということですか？燃料があれば1週間でも運転することが可能です。1週間ってすごいこと言ってますよ。その他にも、自動運転モード中、停電検知5秒後にエンジンが起動し、およそ1分以内に電力供給を開始します。嘘だ。1分以内にこれ稼働するって言うんですか？はい。あの、嘘ついたらテレビに映しちゃいますからね。はい、どうやら疑っているようなので、実際にご覧いただけたらと思います。見せてもらいましょう。行きましょう。1分以内に稼働するんでしたっけ？はい、疑っているようなので、実際にご覧いただけたらと思います。だって1分って短いですよ。おお、切れた。切れると停電になった時、あ、どうしようどうしよう、見えない見えないってなってる間が不安なんですよね。何かが稼働しているようには全く私は思えませんが、大丈夫なんですか？1分以上かかってしまったら、自分で今ハードル上げたことを後悔すると思う。おー、ついた。しかもこの明かり、停電前と変わらないじゃないですか。そうです。疑って申し訳ございませんでした。分かってくれてよかったです。すげーな。やっとガス電くんの良さを理解したのぼう様、開発した川崎社長にお話を聞きました。ガス電くん開発のきっかけって何なんですか？はい、一般家庭や商店、事業所など対象にした本格的な発電機がないんです。うんうん、必要とされている発電機があれば
どれだけの人たちが助かるかと思い、当社で研究開発しようと思い、そして数年がかりで完成しました。まあ、それぞれに発電機を持っていれば生活は便利になりますし安心もできますよね。はい。これ実際に開発されてもう設置されているところとはあるんですか？あります。お寺や保育園さん、また保険屋さんなど、まあ、いろいろな場所で設置されております。お寺や保育園に設置されているんですね。はい。私信用できませんので実際見てきてもいいですか？はい、どうぞ。確認してください。すごい地震だ。じゃあ行ってきちゃいますよ。はい。よし、確かめてきます。お寺にガス電くん発見。次行ってみよう。保育園にもありました。ガス電くん発見。いや、保険屋さんにもありました。ガス電くん発見。次行ってみよう。こちらの事業所にもありました。ガス電くん発見。次。続いてやってきたのはガス電くんを自宅で利用されている松崎さん。お話をお聞きしました。こちら設置しようと思ったのはなぜですか？あの東北の大震災の後なんですけども、はい、うちはあのオール電化だったんですよ。はい、でトイレも使えなくなって床暖房もダメで全部止まっちゃったんですね。はい、でその時にこの発電機を知りまして、はい、で見に行ったんですよ。はい、そうしましたらこれいいやと思ってつけたのがきっかけです。実際使ってみてどうですか？この間も実はあのうち土手がすぐなんで、はい、ゴルフ場なんですけども、あの停電になっちゃった、はい、勝手についてまた復電すると勝手に止まるんです。あ、止まるのも勝手に止まってくれるんですか？何にもすることないんです。あ、避けてない。じゃあトイレも使えるし、まあ、料理も作れますよね。はい、エアコンもお風呂も入ります。確かにいいっていうことは分かったんですけど、実はここちょっと使いづらいなとかいう点とかもあったりします？今のところないです。勝手に何でしょう、あの電気が停電になったら勝手につくんで。そうか、手間も全然かかんないわけですもんね。何にもないです。すごいじゃないですか、ガス電くん。ちょっと社長疑って悪かったな。お話聞かせてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと社長に報告しに行ってきますわ。すげえんだなこれ。社長見てきましたよ。はい、本当でしたね。利用者さん大変喜んでおりました。はい、そう言っていただき嬉しいです。あの今後の目標や展望を聞かせていただけますか？これからも世の中に必要とされる機能が見つかれば開発していきます。そして今のガス電くんを世の中にもっともっと広まるよう努力してまいります。いや本当ね、ガス電くん素晴らしいものだということを実感しました。これ推し状にもつけたいな。ただ私そういうこと決める権利何もないんだよな。